おいしこんにちは、おめりです。ようやく実機に入れました。現状1時半でございます。12時スタートの13時半になりました。はい、歌をまずは取れまして、で、まあいろいろ全部買ってありますよと。育成応援がどうのこうのと、まあ魔法石勝手に受け取っときましょうか。これちょっと引いてみようか、ついでに。まあこれは進化素材かなんかのあれでしょ、初心者が進化しやすいようにみたいな。はい、なんかいろいろ落ちましたねと。で、とりあえず一番しょぼいやつからいきます。開催記念ですね。全部ダイヤだよね、多分ね。星6、7しかいないでしょ。はい、帽子が破れてます。何やってんだお前、スーパー、思ったよりスーの時間が長かったね。はい、まあこれは武器も強いのでいいんじゃないでしょうかということで、確定ガチャも引いていきましょういやもうノーカットだから俺の咳が出ちゃうわ。はい、ヨホホホーでしょ。はい、まあ BGM は僕は使わないです。ヨホホホ言わんかったわ。もうこのキャラクターは HP3 つ武器、うん、本体性能はまあサポートだけど5ターン全員のエンハンスかけれるのはいいかもしれないね。で、ゾロ三刀流、武器が50パー以下で、まあ蝶つなげで強いですね、ゾロは。はい、かっこいい。非正解枠、いいね。大進化。で、究極は三千世界。かっこいい、いいっすね、ゾロ。はい、で、黒メダルも受け取っちゃって、で、星7確定なので、4体かな、ビッグマム、ルフィ、カイドウ、あと一体誰だあと一体誰だ?4 体いたはずだ、多分。誰あと一体。ちょっと見てまーす。ラインナップ見てまーす。わかりません。キットだっけ、誰だったっけ。まあ、誰が出てもいいや。全員交換可能だったかな。あ、白ひげが星なのか。唯一言ってなかったやつ。白ひげだ。いいね。これも結構ね、このぐ火力が8倍ごとに上がっていくから、めちゃめちゃ使ってみたいよと。以上、じゃあここから本番です。まあ、コンプします。コンプするまで引きます。当たり前だよな。当たり前だろう。はい、ヨシロン TV の大好きキャラ。ちょっとね、まだ出てないの。今俺、ドレスローザ。辺に入ってるかな。ドレスローザだっけ。はい、今ねちょうどあのバーリアの、あいつ誰だったっけ、やばい名前どう忘れした。はい、そいつが出てきたところなので、まだねあのメラメラの実を争奪するよみたいな大会の途中なんですよね。だから多分出てきてない。あーこいつ好きなんだけどさ、なんかパズドラ界でもなんかそんなにすごい強くはないんだよな。大剣豪なんだから強く会ってくれ。なんかいまいちなんよな。あ、質問ストは降臨でまあまあ良かったんかな。まあこいつはいいでしょう。まあ触れたキャラはもういいや。今回もあの二次メダル効果あるかな。あ、ハンコックさん結構好きです。結構好きでございます。わらわが美しいから。じゃあこれ武器も結構いいよね。スキブに回復で2ヘイスト、まあアマツと結構かぶるっちゃかぶるかも。でスキブプラスこれね超覚醒あって回復エルジあるからスキブ9個にできる、それが結構な強みかなって思ってます。あとリーダースキル意外と強いよ。あいつ回復2コンボでダメージ激減みたいな感じだったかな。あ、おでんだ。雷鳴発揮してほしかったな。もうちょっとなんか俺変身とかするかなって思ったけどね。ヤマトお面かぶってて変身したらお面取るよみたいな、そういうあれでもよかったかもしんないけど、ヤマトもうちょっと個人的には強くしてほしかったかは、強くしてほしいというか進化形態があってほしかった。わあ、ジェルマン来ました。試すくらいしてやるよ。変身ディアブルジャンボはしないですね。はい、サンジ君は使いやすいね、リーダーとしてはね。そういうぶりから、おお、キット出ました。パン
クロットン。あー、キッドもかっこいいよ。これも今ワノ国編で大活躍中でしょ。最悪の世代キッドね、結構好き、結構好きだけど一番ではないかな。俺ね、ワンピースね、一番好きなのやっぱね、まだ出てないっすね。まあ、出たら言いますわ。もう言ってるか。他の動画で多分言ったと思うけどね。クールなキャラが好きなんですよ。クールなキャラが。鬼滅だと富岡義勇、ナルトだとサスケ、ワンピースだと、いや違う、確定枠出た。まあありがとう。確定枠は出にくくなってんのかな、やっぱり確率的に。ちょっと 1% ぐらい下なのかな。ちょっと確率見てないけどね。あ、ミンゴ、ドフラミンゴ女子来ました。いやー、主張ん正義が勝つって、そりゃそうだろうがめっちゃ好きなんだけどね。勝者だけが正義だ、あのセリフめっちゃ好きなんだけどね。武器が強いです、ミンゴは。本体性能はちょっと慣れがいる。鬼瓦聖剣、あー、なんか本体の方が気合入ってたわ。聖剣だったね。 50% 異常強化2つです。あー、お気に入り登録できんかったはいはい、止まらないね、っていうか止まったね。白ひげかぶるのはちょっとあれなんで、ルフィとかでお願いします。はい、来たー。はい、バンドマン。なんか迫力が薄いね。キングコングガーンって言ってほしい。モンストのストライクショットめっちゃ迫力あった。イラストはめちゃめちゃいいけどね。なんかこの何なんていうの、サイドがめっちゃいい。なんかフィギュアで欲しいねって感じ。帽子も強いし、本体性能も強い。まあ、ルフィは絶対誰が評価しても多分ベスト3ぐらいには入ると思います。最強リーダー格になり得ると思うよ。あ、マグマジャキ、所詮時代の敗北者。これもね、武器がねめっちゃ強いっす。芝虎の周回でね、花火でダメージ吸収、属性吸収無効するんで、雑にもうとりあえずパーンって消すだけで周回で便利だと思います。クロコダイルなんとも言えんかったな。毒耐性プラスに亀裂強化3つね。うん、花火よね、これも。これも吸収無効花火よね。はい。まあ、なんか似たような感じだけど、こいつは一旦継続で軽く打てる感じですかね。蝶つなげ。まあ、木はさ、蝶つなげすごくない？ゾロとかこいつとか、ウソップもそうでしょ。蝶つなげ推しすごいね。リズレット大活躍。はい。ミホークは、まあ、はい。出ないね、あいつが。俺の好きなキャラ出ないんだけど。サンジ君、まあ何体取っとってもいいかもね。今回は武器も強いからな。どれもこれも強い。本当にハズレっていうハズレはいないと思うよ君艦隊にするよ。まあ全部艦隊分ぐらい欲しいかもしれんね。あとはカイドウとか欲しいな。普通に交換所は全部並んでるよね。まあもし出なくてもだったからカイドとかは交換するけど。はい、ハンコック。ワンピース皆さん誰が好きですか？俺麦わらの一味、そうだな、麦わらの一味の中で言うとサンジが、なんゾロかサンジだよな。ルフィよりかは俺ゾロかサンジって感じ。わあ、マルコも結構いいね。あー、このセリフはいい。このセリフはいいよ。頂上決戦だ。あれだよね。キザルの攻撃防ぐとこだよね。やさかりのまがたまのとこじゃない？マルコはワンの国編の手かすよいがかっこいいね。あとね。いきなりキングアーはめっちゃいいね。まあ俺、ワンピースの話ちょこちょこしてますけどね、まあまあにわかんなんで、多分間違えてるとこあると思うんでね。一回しか見てないからね。わ、でか、顔でか。俺が万能薬、あ、本当にそのセリフだったわ。言おうと思ったら。この世に治せない病気はないんだからでしょ。あれも泣いたね。
うるせえ行こーでしょ。まんままんま来ました。英国でしたね。笑いませんでした。ビッグマム雑に今でも今は使いやすいかもしれない。だから将来的にそんなに残ってないかもしれないなっていうのはあるんだけどね、本体としてはね。ビッグマム13秒固定でね、悪魔タイプ芝居のラフィネとかが相性良くてね、使いやすさはあるんじゃないかなって思ってます。ただ追撃できないので、ちょっとその辺は相方選んであげる必要は出てくるんじゃないかなと思っているけどね。まあ、ラフィーネが追撃できるな。まあそれはちょっとまた確定枠出たわ。また編成組む上で考えてみようかなっていうところですね。4色攻撃強化だからね、メルティとか入れたいね、どうしてもね。もう初心者からしたらメルティって誰みたいな。あー、かぶっちゃうか。あとはカイドウだけか。一番最高のやりきり出てないの、カイドウだけか。まあ、出る。あー、出た。一番好きなやつ出た。シャンブルズ。そう、進撃だったらリヴァイが好きですね。シャンブルズ。言うの早いね、結構ね。これね、腐るんすよ、後半ね。ガンマナイフ。あ、めっちゃその通りじゃなかった、今。イントネーションめっちゃその通りだったよね、今。ローはかっこいいね。ベルポだっけ、名前忘れたわ。あの白いクマさんいるじゃん、隣に。あれがね、またローのテンションのこの低さとね、うまく噛み合っててね、すごい好き、あの雰囲気ね。今回のさ、あ、今回の映画もさ、まあちょっとネタバレになるから言わないけどね、あのね、何も言えないわ。あのシーンが好きだったなっていう。意外と歌のファンなんだねみたいな。サボも人気だね。サボね、多分俺そろそろ出てくると思うよ、ドレスローザ編で。サボがメラメラの実を持っていくんでしょ。結論から言うと持っていくんでしょ。どういう形で持っていくのかまではまだちょっと見てないから分かんないんよ俺ね。そこからめっちゃ抜けてるんよね。パンクハザードで止まって1回、パンクハザードまで1話から俺ツタヤで借りて見たからね。高校生ぐらいの頃かな、見始めたのが。ちょっとワンピースいい加減そろそろまあ見るかって思って、みんな人気だしって思って、で、見始めてツタヤで1本1本借りて、 DVD ね、4話ずつとかかな、で借りてみて、パンクハザードで600何話見たんだよ。で、あ、カタクリだ。これ武器めっちゃ強い。ゴムゴムのなんか上位互換だからどうのこうの言ってる人でしょ。この武器ね、闇の 50% 以下だからね、式神系とめっちゃ相性いいよね。で、挫折してたんだけど、今回ワンピースコラボがパズドラで来るよっていうところで、また改めてね、見始めて、パンクハザードは見終わって、ドレスローザ入って、ドフラミンゴ戦だよね。で、俺ジャンプは読んでるんよ。でもジャンプは読んでるから、ワノ国編それなりに知ってるんだよね、ちゃんと。だから今ジャンプがどうなってるのかは分かってるから、最新話まではちゃんと知ってるけど、途中がすっぽかしてる。途中全然分からん。あ、初ゲット、ミルフルール。あ、ちょっともうちょっとあったわ。はい。ロビンチュアンはちょっと性能あんまり見てなかった今。また出たら見よう。あ、ウソップいいね、キャラ揃ってきた。ウソップも結構いい性能してるよ、泥強とコンボカさんで、まあ、武器も服属性付与あって、うん、ウソップも使いやすいと思いますけどね。超つなげとかでも使えるし、コンボ強化だけに寄せてもいいし。だから何編が抜けてんだ俺。ドレスローザとゾウと、あと、カタクリのところは何編って言うんだろう。あそこが抜けてるねっていう感じかもしれない。で、その後ぐらいからワノ国入るから、多分4個ぐらい何々編っていうのが抜けてるような気がする。長いよね、ワンピース。あ、出た。3色攻撃強化ですね。武器は服属性付与の3色の3ターン遅延。うん。まあ、使いやすいね。6ターンで出てて、自分と最大 HP2 倍、ここもさ。ただめちゃめちゃな強みはないかな、ロビンは。ナミさんが出てない。ウォロロロロロー出てよ、これ。そろそろ。
まあ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 いいでしょう。全然いいと思います。カイドウとナミさんが出てないね。他誰が出てない？ちょっとそろそろ誰が出てないか把握したい。ナミ出てない、君はいっぱい出た、他は出たかな。エースが出てないね。エース出てない、バギー出てない。まあバギーはまあシャンブルズ来ました。石出庫だからね、コンプってなるとなかなかね難しいよね。村子さんのさ、ツイートのいいねキャンペーンのさ、5万いいねが星6以上確定ガチャって、それ全部やんみたいな。それ星6と7しかいないんだから、星6以上も何も以下がいねえよっていう。坂月めちゃ出る本でね。他の海軍大将どこ行った？カイドウ、ナミさん、エースぐらいか。あと出てないの、ミンゴ、ミンゴ、うんご、うんご、あとバギーか。バギーめっちゃ忘れがち。バギー、エース、ナミさん、カイドウね。チョッパーはまあ3体目ですね。ぐらいか。そんなもんですね。他は出たと思います。あ、バギー出た。バギー今すごいよ、ジャンプで。何も言わんけど。はい。すごいです。なんやかんやバギーってさ、上の方にいるよね、七部会とかね。最後まで結構生き残るタイプだね。なんかそんなに本人強そうにないのにね。あ、ナミスワーン、ナミスワーン。これ結構使えるよ。追撃覚醒持ってて、なおかつ7ターンでね、ダブル吸収無効。3ターン。すごくない？で、ドロキョある。雲発生するけど、追撃覚醒の潜在で消せるしね。めっちゃいい。ゾロが簡単に近づくわ。まあ、ゾロは簡単にしてもいいかもしれん。で、今、2体減ったから、カイドウはまあ、交換できるからいいとして、あと誰？誰って言ったら、あ、エース！エース！捕まってるよ、これ、頂上決戦でまた。いや、エースだけ出てない。エースは引きずり出さんと。チバドラが使えるんだから、今、この環境。今、一から始めたよーっていう人はね、エース持っておくと何かと便利かも。結局、そういう動画も撮ろうと思ってるんだけども、リセマナみたいに今始めたよっていう人はね、火のレツパを組んであげるのが多分比較的使いやすいかな。ワンピースコラボに見たときに。カイドウ出ないか。カイドウ出ないか。さあ、2点狙いになってきております。動画時間もね、長くなっちゃうからね。確定枠買う必要あったか、これ。エースはどうしよっかな。お、ゾロあと1体で艦隊です。エースもね、究極進化、まあアシスト、そうだな、進化前と進化後で置いておきたい感はあるから、2体ぐらい力を言えば欲しいんだけど、全部複数欲しい。全部複数欲しいです。かぶっていくね。俺、ボックス空いてんのかね、これ。全然出ません。あー、ナミさんは2体目ありがたいですね。ナミさんも結構当たりの部類。んー、出ないな。エースはどこへ行ってしまったんでしょう。ちょっとソロ墓地、まあ僕のワンピース的トークもないので。わ、出たー、よかった、ありがとう。ひゃーん、ひゃー。同じや。同じや。大宴会はないんだね。これおもろいな。なんかトーンが、ね、一緒だから面白い。さあ、あとはカイドウでコンプだね。一応コンプはコンプ。まあ交換できるから、もう実質コンプしてるようなもんなんだけど、とりあえず、まあ石100個ぐらい残すような感じで引いていこうかなって思ってます。エースはもうちょっと出てくれても構わないので、まあ複数体出たらいいねっていうところで、ちょっと狙っていこうかなっていうところですね。まああんまり止まらないね、やっぱり。今回だって8、9割方星6だもんな。何パーよ？ 2.5 ぐらいか？一番上出るの。
バギーめちゃ出るやん。確率収束してもらって、ちょエース出してもらえませんかね。こいつめっちゃ出るな。6体目や。ゾロもあと1体で艦隊なんで、まあゾロも出てくれてもいいっちゃいいんだけど。いやもうお前すごいな。お前、俺まださ、わからないのよ、君の良さというか。まだ出てないから。あいつ何編で出てくるんだ。シャンブルズも結構3体目か。ローはね、好きとは言ってもそんなにめちゃめちゃ個数欲しいような性能ではないかも。まあ使い分けできるかっていうところだね。他はマルコが1体しか出てなかったっけ。なんかマルコはあんまり見てない気がしますけど、マルコはねだいぶ当たりの部類だからな。こいつ結構見るな。4体か。でも実装キャラがめちゃめちゃ多いわ。結局ガチャキャラが何体だったんだ。424かな。24体ぐらいガチャキャラだった。1,2,3,4,5,6 28体か。28体もいるのこれ、ガチャのラインナップの中に。でサニー号とかも交換枠にいたよね。でウタがログイン枠で、黒メダルにレイリーがいて、わお。さあ22でございますけども、スモーカー出てなくない？待って、スモーカー出てない。スモーカー出てないじゃん。マジやってんねそれは。白ひげめっちゃ出るし。やばい、俺スモーカーが出てないことに今気づいた。まずいですよそれは。それは終われないですよ。まずいですね。出てないキャラがいるのは良くない。エースとスモーカーじゃ全然出てないやん。カタクリもまあ2体目とかでしょこれで。おいおいおい、ガチャ10でやっぱラインナップ多いのはしんどいな。結構ねかぶりが。もうバギーはいいよ。バギーそんなだし、性能言うほどだし。ハンコクは3かな。うん、いやーそれは困った、それは困ったよ。わ、出た。よし、コンプはしたね。コンプはしま、あ、このボイス聞くのさ。いや、でも確率収束して、スモーカー2体目すぐ出ます。もうすぐ出るから。大丈夫。よほほー、もう4なんですけど。他はゾロが結局なんやかんや。チョッパーめっちゃミルクない、お前。チョッパー6ですわ。チョッパーとキャロット。とかはよう見るな。クロコダイルも結構艦隊に近い艦隊になりましたね。石1000個分で、まあ今900個分ぐらいですか。こいつも10に近づく。あと2で10になっちゃうよ。石900個ぐらいでまあだいたいコンプできたか。チョッパーすごいな。ちょっと偏ってる気がするけどね俺のガチャは。カイドウは出てないけどね。まあ一応、カイドウはどうでもいいです。カイドウはもういい。交換でどうにでもなる。ああ、ここで本来は引き時なんだけど、引き時ではあるが、まあ一旦もうちょっとだけ引いて、まあ裏でちょこっと引いて、まあスモーカーの2体目を追おうかなっていうところですかね。スモーカーはね、2体並べて確かループできるはず。2ターンスキルとかだったよね。うん、そうだね。雲が常に発生するんだけど、2ターンで生成できると。これはちょっと2体持っておくと面白そうなので、白ひげめちゃ出るね、ほんで。なので、ちょっとスモーカーは2体目追っかけときたいと思いますけど。まあ、ここで出てくれると、キットも簡単に近くない君。簡単になっちゃったよ。ここで出てくれると、まあそれはそれでラッキー。サボも3ぐらい ?3 ですね。まあ最後カイドウ交換して終わりましょうかね。まあこの石分は一旦引き切ってもいいか。
あ、エースいいじゃん。エースはあり。エースともスモーカーぐらいしかいらない。まあ、カイドが出てくれる分にはいいんだけど。やっぱガチャだけでコンプしようと思うと、あ、ゾロが4になった。あ、5になった。あ、ゾロ簡単になりましたね。スモーカーは？スモーカーは、カイドも出てないけど。フランキーは久しぶり。4ですね。なんやかんや4だね、まだ。じゃあ次でラストで行きましょうか。泣いても笑っても。サボ多い。サボ4です。簡単になります、こいつも。ということで、ということで、ヤマト3かな ?4 でした。交換コラボの中の、私は最強。戸惑いこそが人生だよ。まあ、こいつらは後で交換してきますよと。で、交換所の並んでますね。ということで、まあ、カイドウ取って終わりにしようか。あ、普通にこのキャラクター使えるのいいね、ワンピースの。これじゃあさ、めっちゃ、引いとけばとりあえず、交換しやすいじゃん。ね。じゃあもう、いっぱい、ジンベいっぱい差し出します。6体、6体、あー、6体、まあ、3体残すか。シャンブルズはちょっとあれだもんだ。ヨホホーも、そうだなー、なんか微妙だな。アキネでいいや。はい、ということで、カイドウ取って、まあ、スキップしますね。始めよう。暴力の世界。雷鳴発揮。かっこいいね。ということで、これで、まあ、コンプですね。もうちょっと裏で引いときたいと思いますので、まあ、またそれは、使ってみたで、お会いしましょうということで。では、皆さんもね、まあ、破産しないように引いてください。強いと思います、全部。どれ引いても強いと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。